どうも佐藤です。今回の動画なんですけども、弊社シンパシーのサービスを利用したことのあるお客様との対談の動画になります。で、お客様の名前は田中香織さん、かっこ仮名ですね。女性のお客様で、弟さんの遺品整理を依頼してくれたお客様です。で、実はですね、田中香織さんと本当にとっても仲良くなりまして、今では家族ぐるみでのお付き合いを、するようになりました。というのも、実は弟さんが亡くなる、ちょっと前に、弟さんご自身から引っ越しをするから、家のゴミ屋敷状態になっている家を片付けてほしいっていう依頼があって、実際弟さんのお家で、お掃除をさせていただいたっていう経緯がありました。弟さんがその後亡くなられまして、弟さんの遺品整理をさせていただいた田中さんといろいろお話をしていく中で気に入っていただいたっていうのもありますし、弟さんとの片付けの思い出と遺品整理での思い出、その2件だけじゃなくて、実は弟さんはもう1件部屋を借りてて、で、その部屋の片付けをすることになったって、で回数を重ねて会うようになって、どんどん仲良くなっていったっていう、そんな感じのお客様です。本当に本当にこう心を込めて作業をさせていただいて、そして心を込めたありがとうっていう言葉が返ってきたっていう、現場の様子も過去に撮影しているので、YouTube と TikTok にもね、動画の投稿の概要欄に貼ってますので見てみてください。これから遺品整理を業者に頼みたいっていう方も参考になると思いますし、これからこの業界に参入したいという方、参入して間もない方も、こんな風にこう関係性を築けるようになって、丁寧な作業をすべきなのか、どんな風な姿勢で臨むべきなのかっていうこともね、参考になると思いますので、最後まで見ていただければと思います。それでは本編どうぞ。皆さんこんにちは、佐藤です。今日は遺品整理の事例の紹介ということで、現場ではないです。ここ私の自宅なんですけども、なんと今日はですね、リアルに、うちのサービスを利用してくださったお客様が遊びに来てくれてるんですよ。九州から来てくださいました。田中香織さん、かっこ仮名です。よろしくお願いします。お願いします。で、なんで今回撮影するかってなっていう話なんですけど、実はですね、田中さんは1回だけの利用じゃないんですよね。そうです。全部で3回うちのサービスをね、利用してくださってます。で、ご本人さんじゃなくて田中さんの弟さんにまつわるお話というか、作業、だったんですよ。1回目は弟さんがうちにゴミ屋敷の掃除をしてほしいとっていうことで問い合わせをしてくださって、で、お掃除行きましたと。で、見積もり行って、でお掃除を、して、で、お掃除終わりました、ありがとうございましたと。でもいつものように、しっかり作業をして、連絡を今後取ることもないだろうなと思ってたんですけど、1ヶ月後に田中さんから私の携帯電話に電話をくださって、実は弟が亡くなりましたと、領収書があったので電話をかけさせてもらいましたと、今度は遺品整理をお願いしたいですっていう、お電話だったんですよ。で、その時めちゃくちゃびっくりして、分かりましたで、答えたものの、じゃあいつ見積もり行きましょうとかっていうことは一言で僕言えなくて、そうだったですよね。そう、生前にお会いした、病院以外でお会いしたのは私たちだけだったので、そうですね、唯一ですね。そう、お母さんも絶対来るって言ってたけど来れなくなっちゃったじゃないですか。そうですね。そう、で、その上でやっぱ伝えてあげたいと思って、なんか何日か前に行きますからって言って電話して、びっくりしました。で、九州まで僕たちが行ったと。来てくださるの、ね、まさかね、来ると来てると。そう、あと届けたいものもやっぱあったんでね、腕時計とか、そう、いろいろ届けたかった。そう。わざわざ来てくれてありがとうございましたみたいな
感じで、いやこちらこそお伝えしたかったんですよみたいな。でじゃあまたもし何か困ったことがあればみたいな感じでさよならしたんだけど、でその1ヶ月後ぐらいにまたお電話くださって、契約したままの家が1個あるんです、弟がっていう、ゴミ屋敷なんです、見積もり行って片付けに行ってと。もうその頃はもう悲しみを超えて、もうなんだろう、なんか笑うしかない状態でしたよね。で、この息子さんの、こうきくんの、大阪への用事があるからということで、立ち寄ってくださったと。こんな感じの経緯です。さあ実際どうでしたか。全部で 3個の現場という感じで依頼してみて、でもやっぱ最初のきっかけはやっぱ領収書からですよね。で電話した時に私が一番なんかやっぱりなんかえっていう感じ、反応がえって感じだったんですよ。記事に帰らなきゃいけないっていうのがあったから、もうその時に全部終わらせたくて、でその時にちゃんと見積もり、いついつ来ますって言ってくださるのかなっては思ってから、言ったっけ、1回目佐藤さんがなんかショック受けてらっしゃるのかなっていう雰囲気が分かったの。電話で1回目の電話の時にね、初めて電話した時に、はいはい、普通だったらありがとうございますと、そう、じゃあお見積もりで、それを想像してた、そうですね、じゃあいついつの何時はいかがでしょうかっていう、その事務的な日程の調整のやり取り、でも思ってたのと違って、違ったと、ショック受けてらっしゃる、もしかしてって思って、で電話その日にはもうかかってこなかったじゃない、で次の日、そう、その時なんか決められなかったんですよ。だからうわ、だからそこうわすごいなって、なんかこういうのね、業者さんなのに、なんか直感的になんですかね、わかんないけど、今決めちゃいけないと思ったような気がしたんですよね。初めて作業をした時の笑顔はやっぱりすごい印象的だったし、最後お金下ろしにコンビニ行ったんですけど、その時にね、腰さすりながらやっぱり行ってたから、しんどいんだなっていうことがあったし、帰って、で時計置いといてくださいっておっしゃってたから、時計を、置いといて、綺麗にこっち側に置いてありましたもんね。でね、時計のコレクションがやっぱ好きなんだなっていうことで、でうちのスタッフも原も時計が好きだから、その時計で話して、時計の話で盛り上がって、でこの時計めちゃくちゃ懐かしいと、そあそこの、ね、部屋にあって。こっちが上か、この時計なんですけど、HUBLOT ウブロと書いてるんですけど、シンガポールとかに行った時の自分へのお土産みたいな感じで使ってたんですけど、飾ってたのかな、まあ、使ったり飾ったりとかで、すごいなって思ってて、で偽物ですけどねっていう、っておっしゃったけど、その時の笑顔だったんでしょ。この時計は大事に奥の方の部屋にね、飾られてたんですよ。あの、たくさん、はい、で私がすごく素敵な時計をたくさんお持ちですねっていう話をしましたら、すごく体調が悪そうなのに、ご自身でこの時計を取りに行ってくださって、私に満面の笑顔で、この時計を見てくださいで、本当に素敵な顔で私に、私たちは知らなかったよね、これこういうのがあるっていうのも全く知らなかった。おもちゃの時計ですけどねって言いながら見せてくださったんですけど、本当に満面の笑顔で、その笑顔が私は忘れられなくて、で綺麗になったこのお部屋に退院してまた戻ってきてくださるっていうふうに信じてたので、かおりさんからの電話をお聞きした時にもうちょっとショックで崩れ落ちたというか、
本来九州からね大阪で生活することを今のところ目標にしてるっていう、進学学な、すごく不思議な縁っていうのは感じましたね。ということで、まあ、とある遺品整理の、お客様の、一事例を紹介させていただきました。まあ、本当に、いろんな方と接する上でいろんなパターンというか、千差万別、その方はその方の人生があって、その方はその方の家族がいて、本当に悩んでる方もたくさんいるし、躊躇してる方もたくさんいるんですよ。まあ、それでも必ずこの動画を見てくださってる方の地域にあなたに、ぴったりな業者さんっていうのは必ず、いると思いますし、まあ、ただただ事務的な作業をするのがぴったりの方もいらっしゃると思うし、なんかこんな風に仲良くなれるというか、こんな風に思っていただけるのももちろん嬉しいし、田中さんにとってはどうだろう、誘導尋問ですけどいや、よかったと、本当に出会えてよかった。なんかこんないい業者さん、本当にいないって私思いましたもん。やっぱでも本当実際そういうの体験してみて、やっぱこういう状況にならないとわからないんだなっていう、ちょっと遺品整理って本当になんか片付けだけみたいな、だけっていう、ただ整理するだけって思ってたイメージがやっぱちょっと変わりました。こんなに大事にやってくださるんだっていうのはすごい思いました。ありがとうございます。本当に実際そういうの、そういう親戚とかなくしちゃうと、やっぱもう少しでも寄り添ってほしいっていうのが、まあ、心細くなるのもあるから、寄り添ってもらえるのも本当に嬉しかった感じ、すごい寄り添って本当に。こうきくんにとっては、はい、おじさんはどんな方だったの？おじさんはもうなんか普通で、なんか自分も面倒見なくて、あとなんか自分の子供のように可愛がってもらって、なんかで自分もこれからいったなんか教えてもらいたいことがあったから、もうなんかお父さんみたいな感じの人。そっか、じゃあ大阪に来たら一緒に住もうかはい、そんな感じで一事例の紹介でした。本当に今日ありがとうございました。ありがとうございました。ゆっくりしてってください。はい、ありがとうございます。大阪はいろいろおいしいものありますから。はい、はい、ということでいかがだったでしょうか。これから遺品整理を業者に頼みたいっていう方も、これから遺品整理の仕事を始めたいという方も見ていただいたと思います。田中さんとは本当に涙を流しながらたくさんお話をさせていただいてます。今でもね、電話をすると当時のことを思い出してお互いにこう涙を流しながらねお話しすることがあります。これから頼みたい方も、これからこの仕事を始めたい方もね、このチャンネルを見ていただけたら、とっても嬉しいです。教育事業もねどんどん進めていっておりますので、チャンネル登録も、高評価も低評価も全然大丈夫なんで、ぜひよろしくお願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。このチャンネルでは遺品整理などのお片付けにまつわるお話だけでなく、実際のリアルな現場のライブ配信などもやっていきます。お片付けに関する質問もどんどん受け付けて、お答えしていきますので、お気軽にコメントを書いていってください。